さあやっていきましょうか。Biohazard 4! ブーホスでございます。せっかくね、動画開いていただきましたので、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、そして最後まで動画をご視聴いただけたら嬉しいです。ということでね、まあ、しこたまの船の上で戦場プレイをね、したということで、あーん、セクシー。見えたということでね、またね、レオン。またね、レオン。ということで、まあ、2発目は、まあ、もうちょっともことが落ち着いてからやりましょうということだそうなので、それに従ってねやっていこうかなっていうところですね。はい。ウィメンってあの女強すぎるぜっていうことで、まあやっていきましょう。まあなんだろうね、チャプターのなんとかの位置、3の位置とか4の位置とか5の位置っていう、その丸々の位置っていうパートに関しては、まあしこたま長いっていうのが定番っぽくてですね、バイオも、まあこのバイオじゃない、あのバイオ4ね、もうしこたま長いということなので、まあバイオ4もう、うん。あ、バイオフォージもうなんか、いろいろと、のっけから、うん。あ、誰だ今、ブラズバックボタンを押そうとしたやつ。いた仕方ないと思ってます。いいよなぁ。尻を持ちながら、おっぱいプルンプルンを感じているっていうね。ただのエロ親父だよなぁ。30にもなってくるとね。でもなんかさ、あの、この動画を見てくださってる年齢層がどのくらいかっていうのを僕あんまり把握してないから、いや、見ろよっていう話なんですけど、さ、どっちの早打ち負けたー、この野郎。あ、すか、蹴れねえのか。じゃあもういいや。お役ごめん。お疲れ様でした。と。じゃなくて、違うんすよ。うん。いや、あの、なんだっけ。あ、そう。年を取ってくるにつれてさ、なんかこう、もうちょっと落ち着いていったりとか、なんかそういうのがあるのかなとかって思ったりとかしたけど、でも、やっぱりね、未だに、体は30歳になってきたけど、30歳になってきたって言い方も変だな、まあ、30歳だと思うんだけど、中身は中2のまま変わってないなって思うよ。うん、未だに下ネタ大好きだし、当時から読んでたこう漫画の傾向とかも変わらないし、まあ、要は、僕らの頃でナルトとかワンピースとかそういうのを読んでたけど、まあ、未だにワンピースはね、まだ続いてるけど、うん、そういうの変わんないし、ね、落ちるから。一個だけね、うん、変わんなかったりするし、まあ、ちょっと、僕の世代からすると古い漫画でたスラムダンクとかドラゴンボールとか、なんだかんだこち亀も結構読んでたりとかしたけどね。こち亀ってあれすごいっすよね。ツイッターなんかによく、全然合わせられなかった。でもちょっと敵来るんだよ。ツイッターなんかにも書いてあったけどさ、遊戯王カードは将来的に価値が爆上がりするから今のうちにそのコレクター製品として取っておけって言って、虫キングのカードは、それは受けないからいらないみたいなこと言ってて、まさにドンピシャだったよね。で、虫キングなんてもう今効かなくなっちゃったし、敵いないし、あれどこ行った、効かなくなっちゃったしさ、ねえ。で、あ、この微調整がむずい。オッケー。効かなくなっちゃったし、でも遊戯王なんかはね、やっぱり1枚数万とか、数十万、数百万、数千万とかって恐ろしい額で取引とかされてるけど、うん、だから、あ、そうそう、あとね、何年だか2006年か7年くらいに出た話なんかも読んでると、もうすでにメタバースの話なんかってもう出てるんですよね。メタバースなんて流行り始めたのってここ1年くらいじゃないですか。それがもう15年、16年前からずっと話がされていた。ずっとっていうか、まあその1話だけだけど、それからまあメタバースっていう話が出てきているっていうのが、やっぱなんか、こう秋元さんってすごいんだなと、秋元さんだったっけ、涼さんのね、作者さんすごいなって思ったりするけど、まあ実際涼さんの作者っていうよりは、なんかその周辺でいろんなこうそれぞれのその知見っていうか知識を持ってる人たちがたくさんいて、それをまあ絵にしたっていうのが、あのこっち亀だっていう話はなんか聞いたりとかしましたけどね。ということで登っていきましょう。あ、アシュリーの残りが、彼女の使ってる香水ってこれなんだ。でも多分もう何日もお風呂入ってないであろうから、相当体臭は臭いはず。ねえ。しかも汗かきまくってるでしょ？まあ、一回雨で流れたのかもしんないけどね。すごいスローモーション。今日もパソコンのスペックがやばいっすね。スペックじゃなくて何だっけ？処理速度か。まあ、やばいかもしんない。まあ、それはいいや。で、はーえーって行って、はーえーな、こいつら。まったく。この奥って、なんかあったんだったっけ？
ないっけ、なんか毎回来て何もないなって思ってる。まあそこにエメラルドがあるんですけど、なんかもうちょっと取りに行くのもめんどくせえかなと思ってやめちゃったということで登ります。うん、まあそんなのがいろいろあるっすよね、本当に。もう急に何の話したか分かんなくなったから、とりあえずいろいろって言っとけばなんとかなるんじゃねえかって思ったりして。うん、オッケー、よし。なんか上から見た景色をこうまじまじと見ることってのもないから、やっぱりこう余裕のあるプレイが出てくると、ちょっとずつちょっとずつそのなんか今まで気づかなかった世界っていうのが見えてきたりするよね。よし、オッケー、チッ、えって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 、やべ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 、あっぶね。この武器超攻撃力高いんだよね。驚くほどっていうか、ビビり散らかすほど攻撃力高いから。チドン、拾う拾う拾う。文句には敵がいないのかな。えい、よし、ジドン、オッケー。じゃあ中のアイテムを拾っていきましょう。ほい、あ、やばい、あ、なんか鼻に詰まった、ごめんなさい、鼻、うんうん、あ、オッケー、ごめんなさい、な、いろいろ喋ってると、うん、ちょうど中途、うん、オッケー、いやー、ちょっと待って、やっぱりダメだ、鼻になんかいろいろ詰まってる、うん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 、うわー、オッケー、鼻の詰まりが取れたぜ、ありがとうロケラン。ということで、すごいスローモーション。半端ないスローモーション。マジで。よし。まあ、いろいろとぶち殺すことができたから、このまま登っていくんだけど、まあ、登っていったら奴がいるよね。チュイ！オッケー。で、そのまま無視して、結局、なんだろうな。この島でも何がやりたかったのかっていうのが分かんないよね。ほら、バイオ1とかさ、バイオ2とかバイオ3とかに出てくるさ、敵ってさ、こういう目的があって、これらの生物を作りましたみたいなのっていうのがさ、こう、ちゃんとアーカイブで残されてたりするじゃないですか。ところが、バイオ4の場合、こんな風にできましたっていうのが、だけがあって、例えば、ハンターなんかはさ、こう、T ウイルスの影響を受けて、まあ、爬虫類と人間をこう、組み合わせて、で、まあ、ちょっと、その名の通り、なんか、こう、敵を倒すために作られた生物兵器だとかね。まあ、それから、タイラントも同じような感じじゃないですか。例えば、この後に出てくるリヘナラドールとかさ、それから、なんだっけ、サラザールの城にいてさ、消えたり、飛んできたりする、虫とかいるじゃないですか。やつらは何のために作られたのかとかっていうのがあんまりよく詳細が描かれてないよね。そのあたりが分かってくると、なんかもうちょっとこうサドラーの狙いだったりとか、サラザールの、まあサドラーの狙いか、うん、が一体何だったのかっていうのが明らかになってくると思うんですけどね。結局その国を支配したかった、まあアメリカを自分の手中に収めたかった的な話があるのかもしれないけど、なぜそうなのかっていうのがあんまりこう描かれてなかったりするんで、そこら辺が RE4 まで行ったら、え、ね、詳細語られてると面白いかなと思ったりするんですけど、いつの間にか100万円超えてたの、あれペセタだったっけ、ね、まあユーロにするとさすがにあからさまなのかもしれないけどね。さあ行こうか。ああ、上のコインが、コインじゃないね、お邪魔します。ダイナミックエントリー。なんかちょっと前にさ、前もこれ話したか、じゃあいいや、気になるだろう。いや、ナルトの漫画が72巻まで全部こう無料で読めますみたいなのがあって、まあ、家にも一応コミックスが28巻以降あるんだけど、まあ、ナルト疾風伝って呼ばれるパートになるのかな、アニメでいうところの。だからもう、
もうでもなんかナルトもなんか何週もあのねついついね読んだことある漫画ってこれあるあるかもしんないけどなんかまた読みたくなっちゃうっていうのがあってそれがやっぱ手元にあるとこう読んだことがあると漫画またねもう一週もう二週もう三週って読みたくなっちゅいん、なっちゃうっていうのがあるからちょっとそろそろね新しいものに挑戦していくタイミングで別のものに切り替えて、もう漫画手放した方がいいのかなと思ったりするけどね。まと言いつつ、アヒルの空、スケットダンス、スラムダンクは手放せないですけどね。これに、このレーザー砲による攻撃の、あれだよね、ダメージって、大したことないけど、先行手段よりも長く、食らってくれてる気がするんだよね。めちゃめちゃインターバルない。どうしようかな。ナルトいる？誰か。送料だけ負担してくれるんだったら、もうなんか無料プレゼントで28巻から72巻かまでプレゼントしようかな。違うな。俺、なぜか72巻がないんだよな。28巻から71巻まで良ければ、プレゼントします。なんだろう。なんで72巻がないのかわかんないんだけどね。今目の前に漫画見てたら72が見当たらない。もしかしたらあんのかもしれないけどね。ちょっと今見当たらないんで、72巻あったら、まあ、第2部、ナルト第2部ね。2年後を描いた世界を全部、初期からの2年後を描いた世界が全部書かれているやつを読もうと思いますんで。はい。まあでもナルトはうまく伏線をいろいろ回収してったなって。っていう気はしますけどね。まあ、まだ読んだことがない人がもしプレゼント応募とかしたら、されたらあれなんでネタバラシはできないですけど、まあ、僕はなんだかんだやっぱイタチが一番好きっていうのとね、畑かかしがやっぱ渋くていいっすよね。まあ、そんなところかな。っていうまあ話をしつつ、あとはそうですね。まあでもそんなところかな、今挙げれるも。あとなんか誰か NBA カードいります？一回おパンツ見えた。一回ツイッターでプレゼント応募をしてみたんですけど、まあ、当然 NBA カードみたいなマニアックなものを欲しがる人とかってあんまいなかったから、残念ながらこう、誰からも連絡をもらえなかった。まあ、そもそも僕のツイッター自体がね、なんか本当にスズメの涙というかもう僕泣いてもいいっていうくらいの数しかいないからね。ということで、開けましょう。あ、ここか。うまくいくんかな。で、こっち行っといて、一旦アイテムは売った方が良さげかな。いや、まあ、いっか。先進んじゃう。チュー。開いてるかな。あ、出てきた、出てきた。痛い。痛くはないけど、痛く、ちょ、向いてる方向よ。あ、やべ。もう一回。ほい、オッケー。ダフ扉の向こう側で。あれ？なんか寝てる。あ、そういうこと。死んだ瞬間に、後半の奴らが全員集合するっていう、そういうオチなのか。なんかかわいそう。なんか出てきた瞬間に寝そべってるっていう。ちょっと面白いよ。で、こいつが、あそこのドアを開閉している奴だったっていう、そういうオチなんだよね、実はね。まあ、ほらほら、後ろにレバーあるっしょ。まあ、これ、レオンは触れないんだけどね。で、前回の、そのプロフェッショナル、このレーザー砲を手に入れるためにやってて初めて知ったんですけど、ここに戻ってきたら、なんか、普通に、敵いたんだよね。へーって知らなかった。結構いい体してんだよな。ちゅん、あ、死んだ。お疲れ様でした。拾う。さーて、本当に、なんか一個一個のこう構造がよくわかんないよね。どういう論理性を持ってこういう作りにしてあるのかっていうのが、いっぱい難しいよね。なんかよくよく考えると、これあれか。エイダザスパイだっけの時は、ここに入ってきてたりしてたよね。どうやって入ったんだろう。どういうつながりでそこまで入ってきたんだろう。まあ、ゲームだからね。そこまで深いこだわりを持っちゃいかんのですよっていう。横たわる。これ、オスなんだっけ、メスなんだっけっていう話をなんか前もしてた気がする。まあいいや。ということで、
Doors locked. 逆。Doors unlocked. で、ピッ。はい、OK。これちなみに、全部を返していく方法とかあるのかな？いつか試してみよう。ここのは別に拾う必要なし。調べる。なんでここに冷凍室のカードキーを持ってるやつが死体が横たわってんだって話だよね。これ普通に寄生虫いっぱいだからこれで、効かないね。じゃあもう知らない。ダメだね。あーちょっと待って、あー大手記ホールド、痛い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 、あの、いろんなダメ、いろんな技を、おぉ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 、激しい相棒、ちょっと待って、長い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 、いって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 、逃げる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 、おぉおぉおぉ、くるっと折り返って、はいはい、そんな急に発情すな、いやびっくりした、こいつ激しい、ランディブーや、こいつこんなに寄生体に絡まれてまくってんのにやられないんだね。どういう、意外と肉体が強いのかよくわかんないけどな。はあ、やられたわ、シンプルに。さあ、なんかムカつく、破裂しろ。なんかいまいちさじ加減がわかんないよね。チュイの時もあればキュイープキューンの時もあってさ、何がいや、それで倒せる敵とそうじゃない敵との差っていうのかな。なんかそこら辺がね、むずいよね。お邪魔します。まあそこら辺のその、さじ加減がいろいろこう、曖昧でバラバラだからこそ、こう、意外なダメージを食らって、慌てふためくっていうのが、バイオの、ある意味面白さだったりするかもしんないけどね。よし。じゃあ、くる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 。オープンセサミ。拾う。サーモスコープか、別にいらないよ。ほんといろんな顔バラッバラだよね。よし、いーでー、あれ終わった、あーごめん、被弾させちゃった、ちょっとそのつもりはなかった。あーや、ごめんごめんね、なんかごめんね、なんかごめんね、なんかごめんね。まあまあそういうこともあるよね。仕方ない仕方ない、寄生虫を体に宿してることが悪いんだから。よくよく考えればさ、これ寄生虫を除去するためのレーズだから、レオン自身が撃ったらレオン自身の方に発砲されてレオン死ぬんじゃねっていう、もしかしたらそのなんか持ってるアームカバー的なやつが、あのそれをそのレーザーが当たらないようにこうなんか半導体的な感じでいなしてくれてるのかもしれないけどね。なんかいろいろそういうのも考えるの面白かったりするよね。なんでこれはこういう仕組みになってんだろうみたいなさ。ということで、ちょちょちょ、拾ってあげて、で振り返って蹴ってあげて、で拾いましょう。操作はしないよ。デギーン、目の前で仲間が死んでるのに一人だけ生き残ってるやつがいる。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、ちょ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 っと待って、マウスが、マウスが、マウスが、あれ定まらない定まらない定まらない、え、しかも食らわないし、おい、おめえさんよ、いかねえ、あれ、あ、ちょっと待って、本当に、あ、しかも、今当たった、いや、当たった、ダイナミックエントリー。当たったのに全然、ちょ、これはクラウンかい、どういうことどういうことどういうこと、まあ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 、そんな細かいこと言い始めたら、もうあの、バイオなんてこう、あの、ファンタジーランドなんだから、気にしちゃダメよ、気にしちゃダメよ。うん。はい、拾う。OK。じゃあ、ダイナミックエントリーね。いやー、面白いわー、バイオ4って。見てる皆さんどうすか、自分でやってみたくなりません？まだねこれを手に入れたことがない方が、なんかいろいろとそのコメントとかを拝見してると、その僕の動画じゃなくてですよ、あの僕の動画なんてこうコメントしてくれる人なんかいないから、コメントをください、チャンネルも登録してください、グッドボタンも押してください、っていう話をしつつ、あのなんだっけ、何を言おうとしたか分からないんですけど、こうやって脱線するからもうわけ分からんことになるんですよね。まあそんなことはどうでもよくて、あの意外とこうプロフェッショナルとか、まあその各バイオハザードの最高難易度をクリアすることができません、完全にもう顎潰してんのよね。
おっぱい貫通してんのよ。まあ助けたお礼にパクパクしてくれればそれでいいっすよ。もしくはあのゼロ距離パンチラでもいいよ。そう、ダイナミックエントリーキュイーチュドン。いるいるいる、おやすみ。そうねえ、だからバイオ1のなんだっけ、インビジブルモードとかさ、バイオ2のハードモードとか、まあそういう色ハードモード、まあバイオ RE3 のインフェルノだったっけな、とかそういうのをクリアまだしたことがありませんとかっていう人とかもいるけど、まあ別にクリアしなくてもいいんだけど、なんかなんとなくの達成感があったら嬉しいですよね。まあ、インフェルノに関しては、バイオ RE3 のインフェルノに関しては、インフェルノ、インフェルノ。発音が難しい、に関してはあれはもう完全にラスボスだよね。僕未だにあれを一発クリアできる気がしないもん、多分あの 10回15回くらい殺されて初めてクリアできるみたいな、そんなノリな気がする、っていうのもあるし、個人的に今まででやってて一番エグ難しかったのは間違いなくノーホープだよね。バイオ6のノーホープ、あれあのバイオ6って普通にプレイしてて、例えばゲームオーバーになっちゃいます、そしたらその前のチェックポイントのタイミングで普通に死んでねえし、普通にね、あの体力マックスにしてくれるんですよ。だからどんだけ敵の攻撃が激しいところがあったとしても、まあ、またあの位置からやり直させてくれるみたいな、そういうちょっと優しい仕様になってたんですよね。ところがよ、ところがよ、バイオ6のそのノーホープっていう最高難易度のものに関しては、その武器を強化したり体力を上げたりするための強化スキルもつけることもできなければ、その死んだ時の、体力回復っていうのもないから、マジでノーホープなんですよ。絶望なんだよね。あれはね、普通に一人プレイでやったとしたら、多分クリアできねえんじゃねっていうくらいむずいんですよね。たまたまその僕は学生の頃に弟と仲良くやってたから、弟がね僕よりもはるかにバイオ上手なんで、うまくクリアすることができたけど、まあ、あれは一つのチャプタークリアするのに何時間ってかかるから、普通に遊んでも1時間1時間半とかかかるじゃないですか、まあ、パートによっては30分くらいで終わったりもするけど、普通にクリアするのにもうなんか何時間ってかかるから、ちょっと心折れるよねあれね。学生の頃で何時間でも遊んでてもいいみたいな、遊んでいいというか遊ぶための時間があったから全然苦痛じゃなかったけどね。あとまあ意外とダメージさえ食らわなければ何ら問題はないんだけど、いい意味絶望を覚えたの、いい意味、まあ、絶望にいい意味もクソもねえか、終わりって思うのはバイオ5だよね。バイオ5でさ、ダイング状態ってあるじゃないですか。一定のダメージを食らうと味方に助けてもらわないともうそのまま死んじゃうみたいなやつ、あれなんかもダイング状態になってからほんとほんまコンマ数秒で死ぬっていうね。普通はなんかこう数秒間生きてて味方が駆け寄るあれもあったけど、バイオ、じゃあプロフェッショナルに関しては、ほんま、もう終わりみたいな、1秒ないくらいだよね。0. 何秒とかっていうので死んじゃうから、本当にダイングになる前に体力をマックスにしておかなきゃいけないっていう、もうほんとある種縛りプレイみたいな感じですよね。そう。で、しかも、さらにエグいのが、ほら、近くにいた時に、スプレーとか、カーブとかを振ったら、回復一緒にしてくれる、自分だけじゃなくてパートナーも回復してくれるってなんですけど、あれだと遅い場合の方が圧倒的に多くって、どっちかっていうとノーハーブで胸キュンタイムがあるじゃないですか。胸バーン叩くってあれをやらないと間に合わないケースの方が圧倒的に多いっていうね。僕いるね、さよならバイバイっていうのがあるから、まあそういうちょっと難しいプレイをしてみたいなっていう方はバイオ6のノーホープとバイオ5のプロフェッショナルをやってみられるのをおすすめしたいというところですね。ということで、もう女子大生のパンチラを見に最後戻っていこう。パンチラチラチラパン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 チラチラ。
息子が喜ぶ叫ぶ Hey! さあということでね、本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。今日もねバイオラジオいかがだったでしょうか。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してこのチャンネルを盛り上げるために応援していただけたら嬉しいです。ということでね、また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバーイ。